はい、皆さんご無沙汰しております。旅そのチャンネルの旅その本人でございます。今回はまた、ちょっとね、話していこうかなと思います。北海道新幹線、旭川のね、延伸したらどうなるかということで、話していきます。で、北海道のね、まぁ、今回人口面にちょっと考えさせていただきます。で、まあ、一応北海道新幹線、現在新青森から新函館北斗のこの区間、約149キロ、が開通しております。で、将来的には、この函館北斗の次、新八雲、長万部、倶知安、新小樽、まあ、札幌、約363キロ、まあ、総延長、そうなる予定でございますが、およそ、200キロぐらいね、追加に、ね、延伸するって感じでございます。まあ、こういう形ね、こっからぐー、こういう感じの札幌を目指すということです。で、これが2034年に、開通することによって、札幌から鹿児島中央を新幹線だけで移動できることになります。まあ、そういう話ですね。で、まあ、一応ね、この旭川延伸については、北海道新幹線さらに北へということで、まあ、これ、北海道新幹線旭川延伸促進規制会っていうのがね、もうあるんですよね。で、私もちょっとね、いろいろと見てて、まあ、札幌旭川とこの文字がありますが、今こそ札幌旭川間の実現に向けてね、大きな熱意を持ちましょうということで、まあ、旭川市民から、まあ、札幌間ですかね、旭川から札幌のね、間の都市ではそういうことなのかなと思います。で、旭川からまあ、札幌がね、もし新幹線ができれば35分ということで、現在より50分短縮ということです。で、もし、旭川、函館間でも1時間38分。これで3時間17分という大きなね、時間短縮にとなります。そうですね。現在の、まあ昔の、開業当時の、東海道新幹線と今のでは、まあ1時間半ぐらいね、速度上がってますが、それの倍以上ということですね。そういうね、大きな、変化にもなりますし、なんと、旭川、仙台だと、今より3時間45分短縮され4時間7分に、ね、移動できるということです。今これ旭川仙台で行くと8時間超えということですかね。すごい遠い距離だということでございます。で、まあ私は、いろいろとね、コメントをしたと思います。まあ、あの前回の時コメント返信しました。まあいろいろとね、まあ私コメント返信しましたが、一応ね、その前に、整備新幹線という話についてね、話していこうかなと思います。一応整備新幹線というのがね、この図でわかります。日本地図ってわかりますよね。とりあえずそうなんですけど、一応整備新幹線法というものがありまして、そこでね、できる、作られる新幹線です。これからの時代ずっと作られる新幹線は、当分法改正しない限りは全部整備新幹線によるものだと思います。とりあえずこのネットワーク、まあ、新幹線現在のネットワークね、あると思いますが、色が、まあ、夜白黒のところはこれ整備新幹線じゃないところなんですね。まあ、上越、東海道、山陽、東北のね、大宮、盛岡か、まあ、東京もそうかな、までですが、これが、実は違うもので、まあ、これはね、これどういうことかというと、1987年かな、まあ、厳密ちょっと違いますが、それ以前に開通している新幹線はそうなんです。で、今これ青いところが現在開業済みでございます。が、ちょっとデータが古いんで、一部ね、北陸がまだ赤かったりとか、西九州がまだ赤かったりとかね、ありますが、こういう感じなんですね。で、今、作ってんのはこの新函館北斗札幌間と、この色がちょっと変わってます。これがディニアモーターカーですね。ディニア中央新幹線で。ディニア中央新幹線は多分これ、整備新幹線方から外れるのかなと思います。ちょっとディニア方式なんで、普通の新幹線とは違う方式ですね。まあ一応、ここには乗ってないので、整備新幹線という扱いにされてないということですね。そういう感じですが。それ以外はね、まあ一応、現状ね、整備新幹線方で作られるものとなります。まあ整備新幹線方と、じゃない新幹線。まあちょっとディニアは多分こうじゃないに入るのかもしれませんが、一応それの違いとしては、まず一つ目、新幹線の最高速度が、決められてるか決められてないかです。で、決められてないのが整備新幹線法じゃない方でございます。いわゆる山陽、東海道、東北上越、あとディニア中央かな、まあ、中央新幹線かなと思いますが、
これらは、それから外れます。で理由、まあそれはね、わかると思うんですが、まあ上越は275、東北は320、東海道も285、山陽は300キロメートルということです。で東北って、まあ、ズバリ言っちゃいましたが、もう盛岡より南の東北新幹線です。北はまたこれ整備新幹線4の区間になります。はい。で、じゃあ整備新幹線4のね、新幹線は一体どういうことかというと、すべて最高速度は260キロと決められています。東北新幹線の盛岡以北の新青森間までの盛岡新青森間、北海道新幹線の、まあ、全区間になりますね。現状、工事含めてる区間も含め、新青森から札幌、260km。で、北陸新幹線の高崎、金沢、敦賀、まあ、現状できてるところもそうですし、まあ、敦賀から新大阪も将来的につながると思いますので、まあ、これを含めても全部260。九州新幹線、まあ、全線開通しましたね。博多、鹿児島中央、これ2011年に全線開通したと思うんですが、九州新幹線、まあ、以上、通称鹿児島ルートと言われてますが、こちらも、時速260キロ。武雄長崎のこの西九州新幹線、2年前に開業しました、この区間も260で、まあ、これもし新鳥栖まで繋がったとしても、長崎新鳥栖間は制限速度160キロ決められております。で、もし、まあ、ここに、この白いね、枠、ただなんか白い線みたいなのがあると思いますが、松江とか鳥取とかね、宮崎とか大分とか、松山、高松、高知、高知、徳島、まあ、新潟のこっちの、新潟、秋田とかね、新山とかね、線あるってしてますが、もしここにも、まあ一応、あと、ここか、敦賀、名古屋とか、まあ今回の話してます、旭川、札幌、あと、札幌、長万部っていうのもありますけど、これらも整備新幹線法に乗っ取る方式の予定でございます。で、あとそうだ、整備新幹線の特徴というのは、あと他にも在来線の問題ですね。よく新幹線の話で平行在来線問題、平行在来線問題とよくね、何度も聞き耳にね、聞くと思いますが、これはね、整備新幹線の法律ですと平行在来線が問題になるんです。どういうことかというと、まあ一般的な東海道の横にありますの東北海道本線中路線がありますね。まあちょっとね場所によってはね、京都線とかね、大阪の方は京都線とか言われてますけど、一応あれも東海道線なんですが、一応ね、東海道線と、まあ東海道本線と東海道新幹線、まあ、一応どちらも GR ですね。で、その先の山陽本線と山陽新幹線も、まあどちらも GR。まあ東北本線の盛岡以南も GR 線の区間ですね。で上越新幹線の横にあるのは高崎線、上越線、新越本線、どちらも GR 線ですね。そうなんですが、じゃあ北陸新幹線の横にある路線はということですが、これちょっとね難しいんですけど、でも区間によってなんですが、長野、新潟、長野、新潟、富山、石川、福井は全て JR じゃないんですね。在来線は、まあ、新幹線は JR 西日本でございます。あとちょっと東日本の区間もありますけど、西と東なんですが、まあ横に走ってありますの在来線はもともとは JR だったんですが、別の会社に移管されているという扱いです。で、どういうこと、まあ別の会社になっているわけですが、所有者が GR からと各県の県になっているんですね、まあ、県と その沿線自治体ですかね、そのいわゆるそこが出資する方式ですね。でそれが第三セクターかな、厳密に他にもね、他のところからも出資出てるかもしれませんが、一応第三セクターというまあ、いわゆる地元の税金で賄っているという感じです。それが、まあ、第三セクターって、まあ、この新幹線以外にも、まあ、いわゆる国鉄時代崩壊後に結構いろいろ地方に出てきましたね。若桜鉄道、何があったっけ、伊原鉄道もそうか、ちょっと違うケースもありますけど、伊原鉄道、若桜、北越急行とか、辻急行とか、まあ、平行在来線と、まあ、同じ問題だとしたら、視察オレンジです。違いますが、まあ、一応熊本県が出資している玉川鉄道、南阿蘇鉄道とか、まあ、消滅しました高千穂鉄道、北海道だと、北海道地北高原鉄道とか、いろいろとね、いろんな自治体ごとにね、第三セクターというのがあるんですね。まあ、共通して機動車だったりするんですよ。まあ、全部機動車じゃないんですけど、大体機動車という感じですね。まあ、電化して、もともとが電化してたり電車の場合が多いです。
ちょっと特殊なケースだと、ちょっと電化してるけど、なんか起動車が出てるケースなんですね。それはちょっと特殊なケースです。まあいいんですが、まあそういう感じでね、並行して、まあ並行してるのは、まあ第三セクターっていうものになってるわけですね。あと関東圏にもね、案外第三セクター多いですよ。多分皆さん、多分あんまり実感湧かないと思いますが、値段が高いって言われてる北越9号じゃない、北総線、あれも第三セクターなんですね。あれも千葉県かな、千葉県と沿線自治内の白石市、鎌ケ谷市、松戸市、あと船橋かな、船橋と、あと八千代市が入ってるかな、ちょっとわかんないですけど、さあの辺のね、沿線自治体とかが出資してたり、あと神奈川のみなとみらい線ってあると思いますが、あれも第三セクターなんですね。横浜高速鉄道みなとみらい線が正式な仕様なんですが、あちらは横浜市と神奈川入ってたかちょっとわかんないですが、まあ、とにかく横浜市の出資がね、出てるって感じです。でもなんか横浜市の場合は市営地下鉄ってまた別にあると思います。あれは完全に横浜市の、その中でも市、交通部っていうのが、それに属する感じですが、みなとみらい線は横浜市が出資してるけど、また社長がまた別って感じで、そういうね、ちょっと、そこがね、ちょっと難しいところですけど、まあそういう分け方。まあ、でもいろんな自治体に何とか市交通局ってありますが、あれはちょっと第三セクターとは違います。あれも別です。ですが、まあ基本的に、まあどっかの県、どっかの市、まあが出資してる。まあ、100% 言うと、まあ、そのね、石川県だったら IR、石川鉄道っていうのになってると思うんですが、まあもともと北陸本線って JR 線ですけど、まあ IR、石川鉄道ですね。石川県と沿線自治体の小松、加賀、金沢、ここちょっと他の、あ、白山かな、あとなんか他にもいっぱいあるかもしれませんね。それらが出資した、路線になるというわけですね。で、まあ、あと、貨物が走ってましたら、JR 貨物は、その線路使用料という、まあ、一応レンタル料もね、払う感じでございます。まあ、そういう話なんですね。で、多分皆さんね、これ話をしてますが、整備新幹線でもこれ実はちょっと北陸新幹線の時は一部ちょっと例外があるとか言ったと思います。実は北陸新幹線の沿線上に、まあ、高崎があると思いますが、高崎って群馬県じゃないですか。群馬県の、まあ、一応横に信越本線という、もともとはそういうルートがあるんですけど、信越線って、まあ、新潟のところのね、これ関係ないところはまだ信越本線ではまあ残ってるの当たり前、それはわかると思うんですが、実は高崎のね、いわゆる群馬県エリアにも信越本線って残ってるんですよ。あとね、まあ、もっとわかりやすいケースとしては、まあ、九州地方ですと、まあ、九州新幹線あると思いますが、博多から八代、まあ、言ったらこの区間、2011年に開業した区間も、横に在来線残ってますが、ありますが、JR なんです。まだ JR 九州で、というケースもあるんですよ。実はまだ JR 線残ってんじゃんってね、こういうツッコミあるんですが、これ多分、まあ、イコール並行在来線問題になりますが、沿線の人口がもともとから多いってケースは JR が持ってるんですね。で、多分分かったと思うんですが、じゃあまあ石川県沿線、まあ、金沢とか、まあ、金沢で人口少ないかというと不明ですけど、長野とかもね、これ JR じゃないじゃん。まあ、長崎市、ちょっとこれ、ちょっとね、これはちょっとね、複雑なケースで、上限分離方式とか言われてますけど、ちょっとそれはね、線路がね、JR で、走ってる車両が JR で、線路がなんか長崎線とか佐賀県町っていう方式ですから、それはちょっと特殊な例、ケースですけど、まあ、それ以外は、なぜ、まあ、特に新八代、鹿児島中央とか、あと、まあ、厳密には新八代、仙台だ、すみません、仙台、鹿児島中央は JR 線ですね。とか、まあ、長野県、延々とか、この辺のエリア。なんで JR じゃないか。あと、盛岡、いよいよ来た。これも、なぜ JR じゃないか。北海道新幹線の横、なぜ JR じゃないか。簡単です。儲からないからです。これ、どっちっき言いますよ。儲からないからです。儲からない路線は JR は持ちたくない。はい。どういうことか。まあ、今、皆さん多分ね、国鉄がって多分ね、先ほど言ったと思うんですが、これはね、国鉄の崩壊によって変わっちゃったんですね。まあ、国鉄って、まあ、いわゆる皆さんの税金で賄ってる鉄道じゃないですか。日本国有鉄道。もういかにもね、国が絡んでますよ。でもバッチバッチのね、国が絡みまくった結果、いろんなところに線路を見出してしまったという、悪循環がありますけど、国が持ちなんです。国持ちなんですよ。
で、並行する、まあ、いわゆる在来線とかの、これね、結構新幹線ができ、まあ、新幹線の話で、言ったね。まあ、国持ちなわけです。ですが、その国持ちの日本国有鉄道 JNR ぶっ壊れました。3月の31日。そのまま1987年、約6年前か。に、まあ、いわゆる、鉄道会話では国鉄が爆発したとかね、言いますが、まあ、国鉄分割民営化ですよ。まあ、よく私のチャンネルで駅紹介でするとき、JR の駅をするときに、1987年4月の1日に国鉄分割民営化して、まあ、JR 東日本だとか、JR 西日本だとか、JR 九州だとか、JR 東海だとか言って、言ってると思いますが、まあ、国鉄分割民営化で JR になったんですね。まあ、各地域ごとに JR、まあ、北海道だったら JR 北海道、まあ、東北、関東、まあ、信越、甲信越は JR 東日本、静岡、まあ、まあ、東海地方が JR 東海、近畿、中国地方が JR 西、まあ、四国が JR 四国、九州が JR 九州、まあ、ちょっとね、大雑把に言うとそういう感じ。まあ、厳密にはちょっともっと細かいんですけどね、静岡の何線は JR 東日本だとか、ちょっとね、滋賀県のちょこっとだけね、あ、これ JR 東海だとか、めんどくさいんで、ちょっとね、簡単に言うとそういうわけがないですね。で、それで、まあ、分けられたもそうなんですけど、所有者が変わります。元々の所有者は国でした。国家でした。まあ、ある意味国民が持ってたようなものですが、それが、社長を代表とした民間企業になったんですね。民間になったんですよ。で、まあ、GR になって、まあ、会社によります。ちょっと JR 北海道とか四国はもともと単独で生きるのは大変だ。まあ、九州も同様そうだったんですけど、この三社はちょっと単独で、無理だってことで、まあ一応 JR として独立はしましたが、国の補助金、まあ言っちゃえば、補助金って助けもあって、一応成り立ってるんです、今北海道と四国はそうです。九州はちょっと違います。またこれ、九州はその補助金もあったんですけど、途中で自力でできました。で、まあ、自費になった JR 九州もそうですが、その後の JR 九州や、あと、分割民営化直後のね、JR 西日本、東海、東日本はどうなってるかというと、株式でやってるんですね。株式会社になったんですね。民間企業で株式会社で、株をもらうことによって、まあ、株をもらうって言い方で正しくないか。株をもらって、まあ、一応運営して、もし儲かったら、まあ、株主に返す方式だったり、まあ、あと配当金と言われるものになっているとか、まあ、あと株主が、まあ、かけって言い方は良くないですけども、人によってはかけしてるのか分かりませんし、まあ、株持つことによって、まあ、その会社のいわゆる、ちょっとしたね、利益も、もらえるではないですけど、だったり、まあ、割引をしてもらうという制度もありますし、まあ、株主って、まあ、いわゆる、株っていうのは、まあ、ある意味保険みたいなもんでして、もし会社が倒産したときの、まあ、これ、ちょっとなんかね、なんか昔、まあ、ちょっと私言って、経済は不得意なんで、正しくないかもしれませんが、一応ね、保険みたいなもん。保険というのも、ちょっと保険会社は保険会社でまた別にありますから、ちょっとあれとは違うんですけど、一応株持ってて、まあ一応なんかあったら、まあちょっと配当金がなくなったりとかね、そういう消滅しますけど、一応皆様からお金もらって運営するという感じが、運営して利益を生み出す。利益を生み出すです。特に重要な利益を生み出すことが重要でして、まあ JR 九州もそう、西日本、東海、東もそうなんです。利益を生み出さないと株式会社は持ちません。利益が生まれないってことは配当金はもういわゆる株主からも批判も受けますし、いわゆるね、配当金がないことは株主も切れますよ。ただし、その株の価値が落ちますから、ドカンと。この会社は不安定だ。じゃあ株を落とそうとか、株が落ちると。まあ、株が落ちると、価値が落ちるっていうのは、まあ、いわゆる売りに出されるってことですね。で、売りに出されて、まあ、株価が安くなる。まあ、その株価が安くなったところをバンバン買うね、のがファンドだったりとか、そういう、まあ、そういうお金の持ってる人がバンって買って、もしかすると、またそこから上がって、ボロ儲けと。ファンドがまた出て、それで安い株をまた買って、買い荒らして、という、ファンドっていうのは、まあ、これ、ね、いろんな国はありますけど、そういうのはありますけど、ね、株の話になっちゃってますけど、まあ、そういう感じですが、まあ、株式会社なわけですよ。この JR 東、西、JR 東海、西、九州は。まあ、四国と北海道、今回の北海道、なんか、北海道新幹線の話してる場合には、なんか、すごい、途方もくれた話になってますけど、まあ、そういうわけなんですね。だから皆さん多分ね、東日本の車両の座席が硬いとか、なんかグリーン車の料金上がってんなとか、うんち上がってねえかとか、利益を生み出すためなんです。もしこれ、国の保有でございましたら、
持ち物でしたら、多分そういうことはしないと思う。国民の意見を聞いて、考えたいと思います。あとわざわざこれ分割するっていう、なんだろう、ベルリンの壁みたいな感じでポンポンね、なんかどっかの国境線、南北の国境線みたいなボンとかね、国分断みたいな、ね、なんかなってますけど、ちょっと悪く言えばそういう話にも私には見えます。見えない壁があるんです。一応線路がつながって、一応乗り入れとかっていう方式はありますが、一応ね扱いが変わるみたいな、見えない壁ですね。見えざる、なんか見えざる手ってありましたね、アダム・スミスのね、あれなんだっけ、あれ感じないですけど、まあ、見えない壁があるんですよ。だからまあ人によってはさ、人によってはさ、っていう言い方はちょっと変ですけど、あ、まあ、京都駅でも、まあ、めんどくさい京都なんですけど、京都駅でも、在来線は JR 西日本保有だった、持ち物なんですけど、新幹線は JR 東海なんですよ。会社が違うんですよ。だから JR 西日本で起きたトラブルを JR 東海の JR 新幹線のところに文句言っても、会社が違いますになるんですよ。会社が違いますという。あったり、まあ、あと遅延が、もし山陽新幹線で遅延が原因があったとしても、東海は、JR 東海の東海道新幹線では謝らないっていう、それもね、会社が違いますからっていう話なんです。そういうことなんです。同じ会社だって、どうかんでも謝ってます。あと、まあ、JR 西日本の、まあ、ちょっと全部 JR 西日本って言い方も言いますけど、まあ、JR 西日本の経営の悪い路線で、ね、東海も出資すればいいじゃん。会社が違うから出資できません。そういうもんなんですよ。やろうともできるのかもしれませんけど、基本しないはずです。ある意味それちょっと、ある意味別の多分法律的に触れるんだと思うんで、多分できないと思います。まあ、そんなこと誰も、そんなこと誰も一言も言いませんけど、まあそういうわけで多分分かったと思いますが、まあ、JR はね、まあ株持ってない四国と北海道も早くいわゆる国からの借金を返さなきゃいけないんです。こっちは別です。株主が、まあ、株主が言っちゃえばこれ国なんですね。実は税金、皆様の税金、こちらに、これらの地方の鉄道にね、出資してるわけです。一部はね、全部使ってませんよ。まあ、実際にどうなのか、ちょっとどういうなってるのか、ちょっと、これ以上言うと、ちょっといろいろ問題になるかもしれませんけど、実際私、どうやって、まあ、税金がどうつなが、しっかり使われてるかは知りませんが、本当は知る権利っていうのはあるんですけど、まあいいや。それ以上言うとなんか別の問題になりそうなんでね、やめときますが、一応ね、一応多分少しはね、こういうところにも行ってるはずです。で、実は、まあ、特に、まあ、四国は分かんないですけど、北海道の場合は皆様ね、農作物、まあ、買うわけですよ。あの値段にできるのは多分途中の輸送費が、まあ実は、まあそういうのもよくはないんですけど、なんで、なんか、いわゆる安くなってるのは、あの価格でできるのは、途中の輸送費が頑張ってくれてっていうのもあります。まあ農家さんも頑張ってますけど、まあ途中の輸送費の運んできても頑張ってると思うんですよ。あと補助金とかね、でそういう皆さんの実は税金というのはしっかりそういう生活に響いてるんですね。自分たちにいわゆる返ってくるんですよ。もし税金なかったら多分ね、一つのいわゆるピーマンが、まあ、もし300円ぐらいだったとしても、ピーマン1000円もしも1000円どころかなんか2000円3000円とかしてたかもしれません。高いピーマン1個で、ね、途中で税金が途中入ってるはずです。まあ、農家に対するそういう税金のね、いわゆる出資とかあるはずです。まあ、農業支援の、ね、出資、まあ、そういうのもやったりとかしてることで、まあ、皆さんも経済実はね、つながってるんですね。まあ、新幹線も実は、岐阜で言うと新幹線ね、で、新幹線ちょっと特殊なんですよ。北陸とか、なんならさ、自分たちで払えばいいじゃんと思ってますけど、私もね、でも実際にやってないんですが、新幹線、新規にこう作るこの青色の新幹線たち、まあ、赤もそう。まあ、新規作られた青色はもう開通、赤もまあ一部開通してますが、この新幹線たち、実は、皆様の税金が使われております。ちょっとすごいね、なんかこの新、この動画新幹線作るべきって言ってますけど、実は、新規に新幹線作ることによって皆様の税金が使われております。もしかするとその地域の貢献になりますし、はたまたね、農作物がもしかすると、このね、実は最近新幹線もやり始めてるんですが、農作物とか魚介類とかをね、皆様にね、いわゆる、早く荷物を移動できますから、最近そういうサービスもね、JR、特に JR 東日本でやってますけど、そういうこともしてますし、まあ、それでもしか新幹線、貨物新幹線とかやり始めると、ある意味皆様に、高い確実で帰ってくる。で、もしこれらの新幹線を使うとしたら、実はある意味、一部は、まあ、ちょっと料金はいつかかってますか。まあ、ちょっとはね、自分に還元してると思った方がいいかなと思いますけど、
まあもしかしたら地域振興というのは実は皆さんもね、実は重要でして。まあいわゆる都会が成り立ってるのは地方のおかげなんですよ。まあ皆さん多分これそれ完全忘れてる方もこの世の中いるから、ちょっと私がね、YouTube やり始めたらそれもありますけどね。地方のおかげ。まあ地方もね、都会があるこそ地方が成り立ってるっていうね。いわゆる助け合いの循環なんですよ。で、これが日本という国をね、乱して。まあ他の国でしたら本当に、まあアメリカは、まあ地方、パチなんかね、まあ特に日本、なんかアメリカとか言い出しましたけど、ちょっとね、まあ言ったら他の国も実際そうなのかもしれません。まあ実際にはね、まあなんか、深刻ですけどね。で、まあ、いろいろとまあそういうわけですよ。まあいいや。なんか話が壮大になってきたと思いますが、ワンチャンこれね、実はこの札幌旭川ももしかすると農作物ですね、特に。生鮮食品とかにもちょっとこれ実は響くんじゃないかなと私は思います。で、いやいや、それ以外にもね、実はここ意外とね、見るとね、海から遠いです。旭川ってちょうどど真ん中です。ですが、ルムイとかも近くにあります。ルムイ、まあ、ちょっと深川ってところから、まあ、ルムイに行くルートがあって、まあ、ここから荷物を運べば札幌ポッ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 ポーって行って東京まで行けるんですよね。まあそういう感じですが、まあいいや、まあそんなわけです。まあ皆様のね、ちょっとね、新幹線の話、意外とね、実は、意外とかた、そう難しく、まあそういうね、複雑な理由があるわけですね。あ、そうそうそう。普通に国鉄時代に作られてたのは、バキバキね、皆様の税金で、まあ当時生きてた人ですね。まあ私は当時実は生きてます。まあそれ多分知ってると思うんですが、生きてませんので、国鉄時代は知りません。まずね。まあサービスが悪かったっていうのは、それはそうだと思います。だって税金でやってますから、相手公務員ですからね。ちょっと違うんです。警察官の対応が悪いというのは、まあ、全員対応悪いと思ってません。地域によってはやっぱり本当にいい警察官もいると言いますが、まあ、そう相手は、まあ、まあ公務員です。まあ、国鉄前あれか国家公務員になるのかな。まあ法律も公務員法になるのかな。に従わなきゃいけないんですけど、まあいいや。一応ね、まあ、全員国鉄職員全員態度悪いとは思ってませんが、まあとりあえず、まあそういうサービスが悪いっていうのは、まあ、あくまでも国有ですからね。まあ、地域まだによっては、もしかすると、まあ、言っちゃえばいい、なんちゃらし交通局って、あれ言っちゃえば公務員ですかね。まあ、最近事故ってる熊本市でも、あれも公務員です。まあ、一応ドライバーは一応免許持ってますね。いわゆる列車のね、運の免許でしょうか。あれ、路面電車だか路面電車の免許だと思いますけど。まあ、いろいろとね、最近なんかありますが、あれも一応熊本市交通局なんで、市の公、市で雇ったのに言っちゃえば公務員ですね。まあ、公務員ですよ。まあ、非常に難しいですけどね。まあ、公務員って大変だなと思いますが、まあ、正直、なりたいと思うかというと、なりたくないのは正しいかな。まあ、まあ、そんなもんですけど、まあ、いわゆる公務員が、まあ、運営してます。まあ、言ったら、この、まあ、あと、この新幹線は、まあ、国税によってね、作られてるわけです。まあ、言ったら全部、もう言ったら全部、この世の中の全てをそうかもしれません。ちょっと、リニア中央が、ちょっとね、JR 東海が相当金出してるって言われてますから、リニア中央だけは多分、もしかすると税金は使ってないのかもしれませんが、多分少なからず使ってるはずなんですよね。そうじゃないと多分そう簡単にね、新しい技術ですし、まあそういうのもありますから、なんかあった時の保険ではないですけど、税金は使ってると思いますよ、多少は。まあ比率はちょっと低いのかもしれない、その音に。でも東海道は皆さん、これ税、まあ皆さんもなんか、まあ、なんか未だにあるらしいんですけど、結局東海道新幹線、作ったの無駄ではないかって言ってる方も未だにいるらしいんですけど、これそれはその人の主張で、まあ認めなきゃいけないのかもしれませんが、まあ無駄だったのかなというと、微妙ですね。微妙というか、まあ、無駄ではないと思いますけどね。まあ、無駄だったら今頃もしかすると、まあ、これもし新幹線ができてなかったら世界調査変わってますね。これ実は変わってるんですよ。たかが60年前のことですけど、もしかすると、飛行機が重要視されます。鉄道なんて時代遅れですっていう。まあ、これアメリカのね、まあ、生き様っていうのがわかると思うんですが、特に北海道も近くなってなんか、そう見えてきたんですけど、なんか北海道はまるでアメリカだって私は思ったんですけど、どこがあって、まあ、アメリカ合衆国ではないですよ。日本国のね、都市ですけど、でも雰囲気がね、アメリカに似てるのかなと。まあ、実際は私はアメリカは行ったことないんですけど、まあ、状況がアメリカに近いのかなと。鉄道がまあ昔の古いもんと。まあ、古の道具みたいな。古の時代的な。まあ本当そうなってたかもしれません。新幹線ができたことで、まだまだ鉄道を使えますぜってことで、
鉄道が盛り上がったわけですよ。アメリカなんて、まあ、どっかの、まあ、マルス、なんさんのね、動画を見て、ああ、そうなのかなと思って、まあ、とあるね、アメリカのね、やってましたんで、見てて、大体の地方は、まあ、ニューヨークは違うらしいんですけど、大体の都市は、まあ、鉄道は低所得者が乗るものと、貧乏人が乗るものだと。悪く言えば貧乏人。よく言えば低所得者。まあ、そういうのが乗るもんだという考えがあるらしいんですね。アメリカでは。まあ、ニューヨークは違うらしいです。あれ、シンプルに道路交通網が貧弱だから、多分、列車乗った方がコスパいいよねと。渋滞に巻き込まれないしって、多分そういうのはあると思います。ニューヨークは人口多いんでね。でも、これ以外の都市、田舎ほど言うと、鉄道、何それってなってるんですかね。多分そこら辺のガキンチョ、飛行機は知ってても鉄道は知らないっていう、それはあるらしいですね。まあ、スーツさんのどっかの誰、ね、スーツの、あ、スーツって言っちゃったよ。まあ、以上ね、見てますけど、あ、まあ、皆さんね、スーツさんの動画、最初から最後見てると思ってます。見てる方もいると思いますが、少ないかなと思ってます。一応ね、あの、山があるんですよ。まあ、いわゆる動画ビーって、まあ、多分皆さん、まあ、父ちゃんにはそういう山とかね、出てこないんですけど、まあ、視聴率が高いのは、どこに山がドカーンとかね、あるんですよ。まあ、一応ね、あの、クリエイターはどの動画でもどこで山ができるとかね、まあ、見られるんですよ。たかが視聴回数1でも、見られるんですけど、1は出ないかな。1000ぐらいだったら出るかな。1000ぐらいだったら出るんですよ。だから皆さん、これ、あの、新幹線のなんたらシリーズ、実は視聴者、あの、一応クリエイターなんでね、どこで山ができてるんかなって、大抵多分2分ぐらいでちゃんちゃんなんですね。今頃ね、多分喋ってること多分ね、見てる人の方がほんの少しなんですね、実はね。これ知っての通りね、分かって投稿しますよ。クリエイター、このチャンネル運営は、クリエイターは敵に回せませんからね。このチャンネル操ってる人にはちょっとね、敵に回すと大変です。どこのチャンネルもそうですよ。スーツさんが持ってた、まあ、スーツさんこと藤田ひろとさんであったと思うんですが、藤田さんが持ってる、まあ、いわゆるスーツチャンネルの、まあ、いつつ、まあ、厳密には、あの、クリエイター以外も、あの、編集者、他にも動画の編集ね、いわゆる補助的な人もいますけど、まあ、それ含め、敵回すとめんどくさいですし、あの、西園寺さん、あ、西園寺って言っちゃう、まあ、いいや、言っちゃいましょう。西園寺さん、本名、池田亮さんでいいのかな。もう、あの、西園寺チャンネルの実情ね、どの動画がどの辺で山になってるかってね、全部の動画見られるはずです。で、どういうコメントが来るかも全部情報入ってるんですけど、クリエイター的に回すと大変ですよ。まあ、そういうことです。まあ、いいや。ちょっと新幹線の話にね、飛躍しすぎて、ちょっとね、そろ本題話しましょうということで、まあ、新幹線作る、一つ作ることにしても、税金がすごいかかるんですね。で、税金以前に費用がかかりやすい原因としては、トンネルっていうのがあります。トンネルが特に費用がかかります。あと人によっては、ここ投資すべきじゃねえんじゃねって言ってる人とか、いうのもいます。で、まあ、東京に住んでる人ほど、あ、ここの新幹線いらなくねというのは、多分全国的に見ると、全国の地図見て、いや、東京以外いらんやろって言われると思いますね。地方行かないんでね、東京の人はね。いわゆる、これはどこの国もそうだと思うんですが、まあ、日本はまだ動いてる方だと思いますけど、いろいろとね。まあ私を筆頭に、まあ、大物 YouTuber さんとか実際に行って、いわゆる意味現地調査ですよ。していただくことによって、まあ、いろいろとね、実情がわかると思いますし、まあ、私は特に東海の人間ほどね、まあ、愚かなものはないと思ってますから、ぶっ飛んだこと言ったと思いますけど、まあ、いわゆるね、地方のね、今の日本情勢だとね、特に若者ですよ。私はで分かってますけど、まあ、大体の人、地方のおかげで今飯食えてんだぞというのもあります。だって食べ物自分たちで作れるんだろう、都会の人は。まあ、私も作れませんよ。まあ、家庭菜園してる人はもしかすると自分たちの分は賄えると思いますけどね、都会だと。大体の人も、まあ、無理でしょう。家庭菜園でも、ちょっと量はね、限界はあります。まあでも都会でも場所によっては本当に畑の多いところだったら多分ね、その辺の人はできますよ、自分で。でもまあ言っても、農作物は多分数種類しか作れませんからね。まあ、まあ難しいですけど、それはいいや。まあそういうことね。まあ大体の新幹線いらんと言われます。でも、地方によっては、まあ、例えで言うと、まあ鳥取県の場合でしたら、鳥取県の人からすると鳥取に新幹線伸ばしてほしい。特にっていう。まあ、自分たちの地域の、いわゆる地域愛っていうものがね、まあ、いわゆる各県に絶対あるんです。それが豊富に強く持ってる人と、まあ、薄い人と、まあ、私みたいに日本
全部見て、ここは必要、ここいらないって、まあ判断できる人と、まあできない人もいると思いますけど、まあ私は、まあちょっと判断できるかというか、多分できてるのかな。で、どういう感じにすべきかは、ちょっと私もね、なんとなく、これは実は私の案っていうかね、ここなら大丈夫だろうっていうのはあると思います。まあ私、そういうね、判断が、特にそれを直接ね、現場に指示してできる力は、すいません、ないです。そんなね、ないです。やるにはいろいろとね、山はありますけど。まあいいや、そんなことは置いといて。で、私としてはこの札幌旭川をどう思ってるかですね。ちょっとこれ本当に微妙なんですよ。今これ、すべきとか言ってますが、すべきは皆様に実際に見ていただきやすく、まあいわゆる、YouTube の検索上でね、なんか釣れるんじゃないか。最近なんかコメント、なんたらすべきっていうね、コメントが多いですけど、いろんな動画で。私の動画じゃないですよ。まあ、すべきっていう使い回し、あ、これありだなと思い出して、これちょっとネタバラシなんですけど、で、なんたからすべきって、あ、これありだなと思って、わざと、宮崎の新幹線から筆頭にあれ一番伸びたわけですよ。すべきシリーズって呼んでますけど、あれ、狙ってるんですよ。まあ、ちょっとね、これはね、YouTuber はみんな狙ってます。あの、動画のね、題名は。まあ、私はすべきで分かりやすく統一してますけど、わざわざあれ凝ってやるかなーってね、それまでしないと見ないのかと、いう視聴者も視聴者でっていう感じですけど、まあ、上げてる方も上げてる方なんですけどね。まあ、どっちもどっちか、いいや。そんなことは、なんか自分にも否定します、否定してるようで、皆様を否定してるようにも感じますので、これ以上ね、深掘りすると、ただのね、悪口の暴言の、滝になりますからね。悪口の滝ってね、すいません。ちょっと意味不明なことをずっと話しててね、申し訳ないですが。じゃあ、まあ、本当に本来、なんか、新幹線の話からずいぶん飛んでますけど、まあ、一応ね、大抵の新幹線って、まあ、一応作られたところは各県の、まあ特に人口の多い、まあ、鹿児島ですと50万、60万ぐらい ?50 万か60万かちょっと動いてます。熊本がなんか70万の政令市としてだったかな。まあ大体あと、ここから東海道山陽は、まあ太平洋ベルト沿いという感じで、東北はね、北に行く背骨でございます。まあ新幹線って私の考えとしては、背骨の役割が特に強いのかなと思います。で、わざわざ新幹線に支線を作るかっていうと、まあ普通はいらんなと思ってます。まあちょっと場所によってはこんなにね、東京、新潟みたいに、こういう、ちょっとそこそこ距離が離れてるところは必要かなと思ってますし、北陸がちょっとね、微妙なんですよね。ちょ、北陸微妙。で、まあ基本支線が、まあできたらまあ、ちょっと作ってもいいところはいいし、いらんところはいらんやろというのはあります。ちょっと私なりの基準っていうのがありますから、ちょっと皆様によっては、正しくないとかいう意見もあると思います。で、まあ、視線というのだったら、まあ、ミニでもいいんじゃないかというのもありますが、まあ、結局運営するのは JR なんです。各 JR なんですよ。その JR の、まあ、社長なんか誰が決めてるのかわかりませんが、イエスと言わなければ、実現しないんですね。ミニ新幹線っていうのは。まあ、どこの新幹線もそうですけど、でも、まあ、でもって言いましたけど、一応、いろいろとね、私もね、思うんですが、古市企画だったりとかのね、会社もイエスと言うんです。ちょっとこれね、JR の実の内情というかね、これはちょっと闇深い話なんですけど、これ多分裏に、株主の意見があるのかなと思いますけど、ちょっと状況とかあれですけど、昔はな、ミニ新幹線ではね、山形、秋田、1990年代あったと思うんですが、まあ、JR の話、株主の話関係なかったな、今気づけば。まあ一応ね、何で変わったかというと、今ちょうどね、タイムアップしてます、高崎長野で、長野オリンピックってあったじゃないですか、1998年に。で、もともとこの長野、高崎長野間って、確か高崎軽井沢だけをフルにして、軽井沢から先はミニ新幹線にするっていう案があったんですよ、実は。あと、東北新幹線も実はね、岩手沼区内から北、冷や麦が確かフルで、盛岡岩手くんの中で、なんでそこだけ在来線なのっていうツッコミありますけど、なんかそこだけ在来線という計画もありました。ミニ新幹線という。まあいろいろ、あと九州新幹線もなんかミニで通すだったかな。で、長崎も実はもともとミニだったとかいうのもありますけど、でも、長野オリンピックの話に戻りますね。1997年ですね。まあ約98年に長野オリンピックがありましたが、
それまでに、まあ、いわゆる前の東北街道もそうでしたね、東京五輪に間に合うためにとか言ってましたけど、それまでにある程度ね早く快適というか、まあね、いわゆる選手を輸送できるためということで高崎長野を実は計画変更してフル企画になったんですね。であることに気づきまして、 JR の、ね、職員だか知りません。あ、こっちの方が運営しやすいじゃん。だって並行在来線各都道府県がやるんでしょと、車両は各都道府県に車庫あんじゃん的な感じで、路線沿線上にあんじゃと、あの、ね、並行在来線のところに行ってなったわけですよ。気づいちゃったんですよ。だからこれ以降ミニ新幹線は一切作られてないんですね。でもう一つ引き出しとしてフリーゲージトレインというものがあります。実はここの長崎滝をこの辺りでね、実は実用させようと予定しました。ですがここ最近になって、あ、これ結構無理じゃねということで、最終的にはフル規格の、まあ、本格的な N700S を導入しました。で、これに導入したことで確定したことといえば、もうさらさらフリーゲージトレインの研究はする気もありますと。多分 JR 各社、あと JR の、ね、研究所もそうだと思うんですが、無理だと。で、まあ、フリーゲージトレイン、ね、成功した本国、スペインでは、どんどん実はフリーゲージトレインの車両を離脱させてるという噂もあります。時代遅れだと。まあ、もともとタルコという車両が、まあ、客車列車だったんですけど、それがね、最初のフリーゲージトレインの成功例なんですが、それが それができたの80年分かな、もっと前かもしれませんけど、まあ、ちょっといろいろありました。でも日本とちょっとね、スペインの条件が、ちょっと話すと長くなるんで、聞きますが、まあ、ちょっと、構造がちょっとね、条件がちょっと逆っていうかね、簡単に言えば条件が逆だったんですね。なわけですよ。で、孫国スペインでもちょっとね、もうこれからの時代は普通に分けた方がよくねってなってきたんですね。でもあと、他のミニ新幹線、だからもう元々ミニ新幹線の計画だった、まあ、秋田山形を除くミニ新幹線だった路線、実は予定だった路線は、フル規格に全部変わってます。北陸ももともとはミニで通す予定でした。この長野以降。ですが、計画変更され、フル規格。敦賀も同様。長崎も同様。鹿児島も同様。あ、鹿児島どうだったかな？よく覚えてないんですけど。まあ、ちょ、鹿児島の場合は、わざと鹿児島中央新八代を先に先行開業させたっていうのもありますけど、あれ作戦ですか？大抵どの新幹線ももともとミニだったところもあります。まあ、もともとがフル、やっぱこれはどう考えてもフルだろうっていうところはフルになりましたけど。でも、変わりました。あ、でも、都合が良かったのは、まあ、こういう並行在来線ですが、そこを走る貨物列車、特急はね、全部消滅できます。新幹線に置き換えればいいってことです。ね、副産物としてスピードが上がるからいいやってことですけど、並行する貨物列車がね、めんどくさくなるんですよ。例としてはこの、まあ、福島、新庄のここの、そこに昔多分特急列車も一緒にいて、貨物もあったのかもしれませんが、ルートが環境を過ぎて、東京からだったらこうやってね、新潟から上越線回りになったって感じですか。まあ、そうなったりとか。まあ、ちょっとここは貨物が少なかったから、多分場所としては結構軽度だ、うんだと思いますが、線路幅が変わりますから、ここです。あ、ここ JR の社員目線に、JR のね、いわゆる、運営する側目線としては線路幅が違うというのは相当痛いダメージです。まあこれ日本の問題だと思うんですが。うん、まあこれは難しいですし、人にもよってはちょっと分かれますが、日本の在来線って1607ミリですよね。1067ミリですよね。で、まあ新幹線で多分皆さんは知ってるんですけど、あれ世界標準値なんですよ。世界標準値ですね。あれ普通なんですよ。本当あれは世界的にヨーロッパのフランスにしろ中国、あ、中国はヨーロッパだけじゃない。フランスにしろイギリスにしろドイツにしろ。ロシアはちょっと違うんですけど、まあ、あの、アジアだと中国とか。インドもあれはちょっと違うのかな。で、北米でしたらまあ、アメリカやカナダ。他の国もなんか大体の国は、あの、あとまあ一応ヨーロッパ、イタリアもそうですけど、1435ミリか。あれが世界的には標準なんですね。で、ロシアが1520で、ちょっとロシア標準機。これロシアだけの標準です。で、あとインドはインドで1600何ミリだった気がしますけど、世界的にそうなんですが、日本の、路線基準にすると日本標準時が、標準機が1067ミリ。で、新幹線が1435で、まあ広いと言われますが、まあ日本の場合広、後期になっちゃうんですけど、世界的に見るとあれが普通なんですよ。
新幹線の線路幅こそが普通の世界的に言うと当たり前なんですよ。で、日本の線路幅が狭いと言われます。狂気と言われますね。狂気、危険なものを振り回すあれではないですよ。あれ狂気、包丁とかね、危険な方向に持っていくのは狂気で、あれその狂気じゃなくて狭い軌道で狂気なんですね。で、だからミニ新幹線というのはその狭い軌道から、新幹線通せる1435ミリに変わってるんですよ。だから在来線だけどそこだけ、世界的な標準値になってますね。そうするともともと走っていた貨物列車は1067ミリで、で貨物ごと変えるのめんどくさいサイズなんです。まあ国によっては台車を取り替えてガッシャンとか、ね、貨物に合わせてガッシャンってやってる、まあ、ちょっとこれはロシアと、まあ、ドイツの間で走る、ロシアドイツ間の貨物列車なのかなとか、ドイツとウクライナからの間を走って、まあ、ポーランド、ウクライナだったかな、走ってる客車列車は実はそういう作業をやってたりします。線路幅が違うから。そうすると結構時間かかるしで、まあ、鉄道のね、いわゆるそういう速達面性の問題とか、あと運用のめんどくささ、まあ、その分のでいわゆる労力もかかりますから、めんどくさいということもありますんで、正直言うと JR としてはあんまり作りたくない、乱したくないというのがありまして、そういうのもあって実は全部フル規格の方がいいと言うんですよ。で、まあいわゆる皆様、国民の皆様からしますと、多分そういうことは多分知ってる人は少ないだろうと思います。割と JR 寄りの発言だと思いますが、人によってはね、気づいて、ね、最近になって気づき出した人もいます。まあ私はだから本当に実はあんまり新幹線賛成派じゃないんですね、私実は。本当に特に危惧してた新幹線が2つ開業しちゃったんですね。特に1つ、まず1つ目、西九州新幹線。これ多分ね、皆様が実は私 YouTuber になる以前からもう危惧してたんです、まあ、これダメだなと、まずいなと。まだこれ実は案外蓋開けてみればまだマシだったようにも見えます。私からするとまだマシですよ。最悪のシナリオっていうのも見えてたんで、あ、マシだ、まあ結果はマシでした。まあでも、まあ多分大体の人は思った以上に嫌な結果になったと思います。まず佐賀県の反対とか、 あと実際に、まあ、佐賀県の反対によって全線開通一体いつになるのか、はてなと。それはちょっと私予想しなかったんですけど、まあ、乗り換えすることによるめんどくささというのはね、ちょっと危惧してました。で、二つ目、まあ、これを言うとこれも並行在来線問題になるかもしれませんが、特に北陸の方がそれが顕著に現れたなと思いましたのは、なんで敦賀園、もともと私福井に延伸するのかなと思ってたんですよ。で、なんか福井って福井止まりっていう案もあったんですよ、どっかで。なかったんですけど、なんか自然消滅してたんで、まだ福井だったらまだいいんですけど、なんで中途半端の敦賀にしたんだというね、ツッコミありました。一応世界的に見ると昔だった敦賀がちょうどいいって言われたのかもしれません。敦賀は昔鉄道の街だったりするんですけど、ここから敦賀からねヨーロッパに向かう、まあ、ウラジオストクですけど、それでもヨーロッパだからハテナなところですけど、まあウラジオストクに向かう、船が出てました。からまあその時だって分かるんですけど、今そんなの出てません。まず敦賀は今はただの乗り換え駅に落ちた、乗り換え駅に変わっただけですね。で、まあ、私に危惧してたのは、まあ、的中しました。だから2000開業するちょっと前からも言ってると思うんですが、実はそのちょっと随分昔から思ってるんですよ。なんで敦賀にしたんだろうかと、なんで敦賀やめちゃったんだろうかと。で、まあ、あとその後の並行在来線どうせ多分第三セクターになるだろうと予想してました。その通りです。第三セクターになるとまた移管すると、また別の、ね、方式になるんで面倒くさくなるんですよ。風景今度会社だから会社のぐるみのめんどくささっていうのがいわゆる関係ですよね。直通運転もそう簡単にはたやすくなくなります。たやすくないです。またそのね、会社ごとのね、運転手を集めなきゃいけないんですから、運行するのは。まあそういうね、危惧してたんですが、的中して、皆さんね、敦賀でダッシュ。結局スピードが上がったかというと全然出ないです。変わりませんでした。実質変わらないと言われてますね。まあ、数分だけ短縮したかな、気持ちですよ。利用客はそういうのをまとめてますし。あと、まあ、これで気づいた、なんか一部言ってたら、なんで JR がフルでさ、まあ、いわゆる結局払ってね、やらないのかというね、話もあります。これ実は、ね、まあ、線路を作ってるのは JR じゃないです。
持ってるのは確か鉄道建設機構というなんか、なんか JRTT というのが作ってるんですけどね。あ、大体の最近のシンギュラーさんは GRTT です。私鉄、あの GER とも問わず、なんか私鉄もね、あの最近できました。東急新横浜線のところね、ありますけど、あれも GRTT ですね。大体、あの、それ以前が確か国鉄のなんかの建設機構という、これがある意味国鉄の崩壊を生み出しちゃったかなと私は思いますが。まあそういうね、なんでこうなったのか、すっごみあると思います。で、まあ、危惧してたのはこっちの西の方なんですね。あんま西って新幹線ないんですけど、あんまね、なぜ、こっちの方面はちょっと危惧してました。東は案外スッカスカだと思って、あの、もともとからあんまりいいのかというと、条件も良くはなかったのかなと思ってたので、まあいいや。まあ、それいいとして。まあ、結局、理論、その後、まあ今、鶴が新大阪を、ただなんかよくわかんないけど、まあ一応2時間ぐらいか。在来線で2時間ぐらいかかる。で、特急はなんか、全席指定で思った以上になんか私以上にね、想定よりなんかもうなんかもっと深刻な結果になって、まあ実際にはまあ乗り換えでやって、乗り換えダッシュってね、やってる方にですね、合法な乗り換えダッシュですね、鶴ヶダッシュ。もともとね、なんか、なんたらダッシュシリーズ、青春18切符のシーズンによく起きるらしいですね、アイオイと大垣で。あ、それも有名ですね。アイオイダッシュ、大垣ダッシュね。こうなんか結局そういうダイヤになっちゃうから、いわゆる利用客は走らなきゃいけないし、大荷物持ってたらそんなことできまへんからね。やってみって感じですよ。で、まあ、敦賀の場合は本当に場所が悪すぎです。本当にあんな上だから。あんな高いところを一気に下乗りなきゃいけない。これ、あ、多分ちょっと思うんですけど、まあこれ日本人の多分悪い癖ですね。中途半端なんですよ。これ結構日本人のなんか中途半端な、ちょっとダメな点だなと、私はこれは本当に変えなきゃいけないなとは思ってます。本当に全部確実に、まあ私の場合は石橋叩いて建設、OK 出します。途中無理だったら絶対許可おりません。私の場合は。まあ国交大臣だと絶対そうします。私がね。出しません。でも、途中こういう羽目になることは、まあ私だったらまあ見えるし、まあでも、大抵の人が見えてないから、バンバン作れとね、言ってるんですけど。なんたらすべき動画になってますけど、なんか全然方向が100、200度ぐらい変わってますか。でも作るときに、ね、一気にやんないとダメなんですよ。どのときもそうです。一気にやって結果出す。出します。まあ将来疲れるって予想があったら、まあそこまでね頑張って、いわゆる、100% あるとしたら一気に 100% やった方がいいですよ。途中で 50% でなんか、もう無事 50% はてなになってます。まあいいや。まあそんなね、だから作るときは本当に一気作らなきゃいけないんです。で、今これが一気作らなきゃいけなかった例としてはこれですね。北海道新幹線札幌延伸です。なんでこんな新函館北斗って今、まあ中途半端っちゃ中途半端。中途半端じゃないと言えば、中途半端じゃないところに。まあ、場所はね、本当に中途半端ですね。すっごいなんか、函館の街外れらしいですけど。いや、なんでこんなの作ったんだろうとね、私は思いますね。で、札幌延伸がなんか、本当は2030年とか言ってましたが、まああれは確か札幌5人をね、本当誘致する予定でしたが、誘致失敗して、なおさら、あといろいろとね、なんか、やばいものが見えてきたと。岩が、硬い岩が出てきまくったと。まあ、そういうの予想しろよと、ちょっと思うんですけど、日本の地形甘くねえぞと、掘ってないところは豊かいと思いますけど、まあね、そういうことでね、なんか硬いものが出てきたということで、実際にね、大遅れしてるらしいですね。まあそういうことでね。まあなんか、正直言うとね、まあいろいろとありますが、とりあえず、作るとして仮定して話していきましょう。もうね、そろそろ本題入るやということで、ずっとこの画面飽きたよということでね、そんな声が聞こえてきましたんで、もう話します。これ一応ね、こちら、国土交通省の、こちら、国土交通白書ですね。こちらにもね、書いてありますが、こんな感じで、北陸新幹線、平成9年を皮切りにと、これ、昭和48年ですから、当時の総理大臣が田中角栄氏だと思いますが、その時の話ですね。ですので、まあ、今以上にね、そっから考えると約、まあ、これ50年ぐらい経つと思うんですけどね、そういう話です。ではね、本題入っていきますか、さすがにね。まあ、ルートね、もう一度言いますが、こういう感じです。で、まあ、札幌までどうのこうのはここまでですが、
札幌より先ですよね、札幌から先の停車駅を公示しました。まあ、私の案ですと札幌の次は江別、岩見沢、美唄、砂川、新滝川、まあ、一応滝川、深川、旭川という感じです。で、新滝川になっているんですが、まあ、ちょっともしかするとルートがもうちょいし、滝川より滝川駅よりになるかもしれません。砂川滝川は結構近いんで、もしかするとここ駅は一つになって、滝川砂川になるのかは分かりません。もしかすると一つになるのかもしれませんし、まあ、滝川に一本化されるかちょっとその辺は分かります。で、ビッパイがちょっと離れてますが、まあ、岩見沢と、ちょっとねこうかなと思いまして、ね、こうなりました。まあ、こんな感じかなっていう、こういうルートにしました。で、ビバイからまあ実ね、函館本線とほぼほぼ並行って感じですね。綺麗に並行しちゃってますね。まあ、それ以前からも並行しますけど、ルート的にはこうなるという感じです。で、一応並行在来線の問題を多分発生します、これでもね。札幌岩見沢はね問題ないかなと思います。ここはまではどうにかなると思うんですが、これ超えてくるとちょっと問題発生かなと思います。もしかすると第三セクター、アイヌ鉄道的なアイヌでいいのか、じゃあアイヌ以外にもいい言葉ないかな、まあ、なんか別のね、道央旭川鉄道、道央旭山動物園号でもいいですけど、そうなるのかなと思います。で、岩見沢より札幌方面はちょっとねまた戻しますが、ここまあちょっとまあどうなのか、特に江別札幌間ね、沿線を見ましょう。沿線航空写真ですが、こんな感じ。まあでも一応住んでるんですよ、人は。まあ、森林公園とかこの辺とかね、結構人が住んでるんで、のっぽろとかね、高砂号、まあここらまでかなと。江別で、江別越えると駅の周りに人があるかなと、というフォローですかね。というフォロー周辺もちょっと住んでますね。これは何、ホロムカでいいのかな、ホロムカとか。駅周辺には人住んでるんですよ。神ホロムで、ムカかな。で、岩見沢も結構駅周辺含め、結構人住んでる。結構思ってる以上に人住んでますので、まあ、人はね、一応ね、溜まってるのかなという感じです。で、こっから先がちょっとね、怪しいんですよ。まあ、よくて、滝川までね、並行在来線まで JR 北海道がこういう持ってるかもしれないですよ。でも、滝川越えると、こんな感じで、ちょっとね、まあ、一応、途中、通らない自治体が、反対すると思います。ちょっとね、ここの、なんていうのかな、イモセウシ、ちょっと、多分絶対そういう自治体みたいな。モセウシかな、モセウシ町っていうのかな、こうとか、内江町とか、内江町とか、三笠市が参加するかわかりませんね。まあ、そこらの自治体が反発するんじゃないかと思います。で、他にもまあ深川を越えると、今度ね、一応深川までほぼほぼ平野だという確認はできました。で、深川滝川についに山が出てきて、こんな感じになった、滝川じゃない、旭川の間に、山があるんですよ。で、駅で言うと何駅なんだろう、一つ先かな、野内かな、野内だったっけな、野内と、これなんていうの、近文だと思うんですけど、近文かな、絶対違う、その多分読み方違うと思いますが、そこの間にね、ちょっとしたね、こういう、石狩川のね、こういう、いわゆる渓谷沿いになるんですよ、函館本線の。途中、これもともとは多分石狩川沿いはね、ずっと走ってるんでしたけど、カムイ古墳、カムイ古墳ではないな、これ絶対ここが古墳なの、カムイ古墳ですかね。ここが、神獣髄、滝水神宮とか、結構ね、そういう水に関連とかね、してるところはね、あるんで、ありますんで、まあ、多分こういう、結構ここも難所かなと思います。で、特にまあ、新幹線の場合ですと、こういう渓谷沿いずっと走るわけじゃないんで、ぶっち抜いて、トンネルでドカーンですけど、これはどうなるか、超読めないって感じですね。ちょうど旭川はこれ上川盆地で合ってるのかな、
上川盆地に来る際にちょっと山を越えなきゃいけない。で、まあ、旭川まで行くと、旭川から先は多分伸ばしようにないと思います。ここから先は、どの方角にも地方交通線になってしまうんですよね。並行する路線が。じゃ函館本線の終点は旭川でございますが、旭川より先の、まあ、GR 線は、富良野線にしろ、こっちは何線だっけ、石狩本線にしろ、宗谷本線にしろ、地方交通線で、まあ、一応、石狩じゃない、関北本線と、宗谷本線は、一応特急走ってます。関北線は、札幌から来てる列車、札幌網走に結んでるのが東京方をつく。旭川から、網走か、現状は、なんか特急台です。もしかすると快速に化けるっていう噂もあります。で、逆のこっち、宗谷本線方面なんですが、札幌と、まあ、宗谷本線の終点は稚内ですけど、札幌稚内を結ぶ特急が特急宗谷。昔はスーパー宗谷って名乗ってましたけど、まあ今は宗谷ですね。で、あと旭川から稚内といういわゆる運用、全然短距離ではない。まあ約3時間ぐらいかな。正直は何時間しませんけど。その特急が、特急サロベスっていうね、やつなんですね。ですので、まあ、ここから先はまあ、わざわざ特急もね、本数も減るんですよ。で、特急サロベスが1日と、宗谷、この宗谷線走るのが1日4往復かな。4もあったっけくらいで、関北線も同様そんな感じかなと。結構本数もあんまないんで、普通列車でさえ途中、この上川を越えると次の駅がすごい先とかね、結構昔ここ結構駅あったんですよ。少し何個か。でも全部廃駅になってて、確か特急停車駅と普通列車停車駅が同じだとか、普通列車でも何十キロも先っていうね、時点になってますので、わざわざこんなね、なんすか、人口希薄地帯に、これ以上先延ばしても無駄かなと思いましたんで、最後大きな都市が旭川になるんですよ。人口で見ちゃえばそうなんですけど、旭川で他に10万人超える都市、こっちよりね東にあるのは、まあ、ちょっとね旭川東っていうのがちょっと正しいんですのか分かりませんが、一応こっちね北海道の道東も含め、こう地図見ますが、まあ、ちょっとね道南はほぼほぼ今回関係ないので、道南はちょっと無視して、こっち旭川より東ですと、10万人超えてる都市が北見市と釧路市しかないんですよ。もうちょい言いますね。北見市と釧路しかないんですよ。この2、2つなんですよ。いっぱい自治体あります。まあ人口はもちろん少ないですが、10万人超えてる、まあ市もあります。結構地位もあります。途中に名寄とか市別とか、北に稚内とか、紋別とか。そうなんですよ。ちょっと待って。他にもあるかな?ちょっと待ってくださいね。そうなんですよ。で、そう、ちょっと待って、これ北海道の地で、こちらか。すいませんね。そうなんですよ。で、旭川がだいたい31万だったか30何万で、だいたい高知市と同じですね。前高知のね、新幹線話もしましたけど、まあ一応言ったら、その高知の新幹線より条件はマシかなって感じです。上位圏はね。で、一応北見と釧路がありまして、まあ旭川にも近く旭川空港ってあるんですが、まあ、旭川の場合は周辺の自治体のね、から人に乗せられるでしょうか。まあ、高知で言えば高知周辺って言うと、多分土佐市とかそうなるんですけど、まあ、それみたいに、状況は似てるのかと思いますし。けど、まあ、あと旭川の場合は、まあ、高知の場合は、すくもからしか人を、他にも運べる方法ね、そこからの特急しかね、ないかなと思いますけど、実はここね、旭川は北と西、東ですね。もっとこれから東に向かう列車と、ここからまた北に向かう列車とか、2択あるんで、まあ、どっちからかの方角からも、2方向から聞きます。まあ、高知より条件いいかなって感じですね。高知は一方向しかないんでね。きついのかなと。高知よりはマシと思ってます。で、運よくね、まあ、運いいのか分かんないんですけど、北見にしろ、釧路も、まあ、この先10万都市あるんですけど、まあ、そういう感じであるんですけど、まあ、運良くないな。残念な、釧路は方向が違います。もう、釧路の時点でちょっと違うんだよ。釧路はちょっと違います。実は、旭川から釧路に向かう列車はありません。どうやって釧路、旭川から釧路行くかとすると、一つは、てか、まあ、今一つしかないんですけど、
まあ、今残ってるのは、ここから網走に出て網走から南下して釧路か旭川、他にはね、富良野線でこっちの昔はあったんですけど、富良野から富良野線で富良野行ってて、富良野から、根室本線で、釧路とか根室の方に行ける、この2択しかなかったんです。で、今はそのうちの富良野に抜ける方が、もう途中ね、富良野から先が廃止になったんで、富良野新特区が廃止になったんで、まあ、ルートはなくて、まあ、結局のところは旭川、網走、釧路っていうルートになっちゃうんですよ。札幌からだと今度はね、こっちの千歳経由の石勝線使って新徳から根室本線っていうルートがこれあるんで、これで移動することは可能ですけど、まあ札幌ですので、札幌までわざわざ出ると結構遠回りかなと思います。北海道のこの遠回りが相当遠回りなんですね、北海道のね基準にすると相当でかいんでね、北海道でかいんで相当大遠回りですね。で、車だと多分あんのかな、旭川からね、確か釧路に結ぶ高速道路って一切なかったはずなんですよ。ですので、何せどっかこうやって、帯広を回ってくるか、この大雪山北側を通って向かうかという二択しかないのかなと思います。この北海道の高速道路の基準も札幌とか苫小内の方を中心に多分伸びてる感じなんで、放射線量ね。ですから、まあそういう基準だと思うんで、ちょっと不便なのかなというのはあります。旭川のそのネックで、もし釧路に伸ばすとしたら多分ね、北見経由して釧路の方がいいかなと思います。そうするとまた石北本線が、まあどうせなくなるんじゃないかなと思います。でも一応ここ石北本線北見ぐらいだったら貨物があった気がするんで、貨物でどうにかしのげるかなと感じで、あと北見釧路はもう完全ここ鉄道ないんで、ないんですよ。もともとからなかったのかな、昔計画はあったのかもしれませんが、もうないんで、昔あったのかもしれませんがもうないんでね、こうやって、ね、行くルートはあるのかなって感じです。あと帯広周りっていうのもまああるわ。まあ帯広の人口がどんぐらいいるのかね、私わからないんで、ちょっと補充ですね。まあそれはいいや。ではね、ちょっと人口見ましょう。じゃあ皆さんね、起点駅、まあこれ起点っていうか、まあ新幹線で、北海道新幹線はどう中間になりますが、札幌の人口ですね。AI によると197万人ですって言ってて、これ多分札幌市のね、サイトから抜いたのかなと思います。で、こちらは、10月1日の時点では196万8千人ということです。次、旭川です。固まるな。旭川が人口32万9306人、まあ33万人ぐらいということで、ですね。ピークは36万までいったということです。でまあ、こんな感じということで、ちょっと増えたり減ったりしてるのかな、あ減ってはいいんだな、でも31万ですね、令和6年で31万です、減ってます。で、次他の自治体、一応北海道の他の自治体としては函館、これが多分その次3番目になると思うんですが、23万7285で、大体他の都市だと、長野県の松本市と同じぐらいの人口です。そういう感じですかね。これ AI によるとですね。一応関係あるか分かりませんが、東北新幹線の都市大都市であります仙台市。仙台市は109,760、179620ですね。100万人超えです。で、ちょっと待って、東京はないかな。東京あるかな。すみません、東京はないです。まあ、東京の人口、東京都23区で確か900万で間違ってた。言ってます。そんなにねえよって言われそうですけど、いるような感じがするんで、900万ぐらいだったかな、昔の記憶なんでね、本当に今の数字とは違ってます。で、じゃあその先の道中に大きな都市として人口があるとしたら、釧路と、北見って言ってましたが、本当釧路もそうで、釧路は15万ということです。15万ですが、1980年をピークに人口減ってます。1980年の時点で20万の都市でしたが、人口減ってね、2015年の時点では17万と。とりあえず私、釧路は行ったことあるんで、なんとなくわかるんですけど、やっぱり人口減ってると言ってますね。この辺ですね。これはデータ古いのかな ?16 万とか。さっきの江別とか出てきましたけど、まあ、これは後々で見ます。あと、すいません。東になるのかな、
ぎ、あ、そうだね。旭川より一応東になります。帯広。すいません。帯広も一応10万どころか、まあ、釧路より人口多いですね。釧路どうだっけ？釧路若干人口多い16万ですね。今、釧路が4番目か。昔確か私が釧路行った時はまだ釧路の方が人口多かったんで、4番目ってなってましたが、今は帯広が4番目なんですね。釧路がもう5番目に落ちたんですね。一応天気予報だと釧路って出ますけどね、札幌と独立して釧路とね。まあ、道東と道央では全然ね、場所違いますから。北海道だと多分観光で言うと、東京名古屋ぐらいずれがあるんです。だから天気予報も独立してるんですけど、釧路でさえ、釧路はもう5番目に落ちてる。で、一応あと他にもね、多い、北見が11万です。で、一応、北線の終点の網走が3万4千と。途中道中にあります、上川町。上川町、北線の上川町ですが、すいません、人口がね、合計3131万、人口少ないね。死別市、ちょ、これは、ここから宗谷本線ですが、死別が 17,858。名寄が 24,881。宗谷本線の終点、稚内が 31,946 で、10万都市がね、宗谷本線内は、旭川以外ないんですよ。他あと函館本線の道中で多分新幹線通る江別でさ、江別が11万。これ実は旭川、札幌除いて、その次ね、沿線で一番人口多かったです、ね。3番目。で、一応江別の町で4万。のっぽろで4万。で、大麻が2万。大麻かな ?2 万ということです。大麻か。で、のっぽろも人口多いことになります。のっぽろと江別の、多分これ、地区によっては、これ結構、拮抗してます。これ一応 AI なんでズレあると思います。で、これ岩見沢です。岩見沢は7万と思います。で、途中の美唄が1万8000、砂川が1万5000、滝川が3万7309、香川が1万8421で、砂川を止めなくてもいいのかもしれません。だから砂川は新幹線の駅を作らないっていうのも手かもしれません。滝川と一緒にすれば多分砂川と滝川が分散しちゃうんで、が一つにしちゃえば多分6万人になります、ね。総人口6万ってことです。まあ、近いんで、まあ、どっちか一つになると思います。で、ビバイが1万8000なんで、これが相当少ないなという感じですね。まあ、これ岩見沢は泊まるべきでしょうね。7万ぐらいですね。7万の都市って結構ありますかね。で、これ、恵比寿が11万で、まあ、関東圏だとどこなんだ。いや、一応関東だと旭川がちょうど横須賀と同じぐらい。横須賀市ぐらい。え、11万都市ってどこ？武蔵野市的な。ちょっとなんかもちょっとピンとこないんですけど、一応九州だと都の城とか、そのぐらいだなって感じですね。都の城か、延岡と同じぐらい。これ1万8000って多分もう、あれですよね、海老名市と同じですね、宮崎だと。関東だと多分この市で1万人の都市ないはずなんで、なんとか町とかね、決まりあると思うんですよ。自治体によって基準が違って、神奈川の場合は5万人以上が市で、1万から5万が確か町で、1万以下かな、9999以下が村だったかな、ちょっと覚えてないんですけど、そういう決まりがあるんで、神奈川ほぼ村ないんですよ。京川村以外ないんで、あと大体町なんですよ。大体1万か。真鶴が結構人口少なかったんで、真鶴よりは人口多いのかなって感じですけど、結構人口少ないですね、という感じですね。1万。だから、どっかな、神奈川のどっかな、町と同じぐらいです、ね。はい。砂川もそういうような感じで、こういうということです。で、まあ、規制同盟会の話ですよ。まあ、多分先ほど出たかな。こんな感じで、まあ、旭川、札幌35。で、これ結構ね、時間短縮は結構大きいんですよね。やっぱり見ると。ちょっと、旭川、札幌がちっちゃく見えますけど、それ以外がでかすぎます。ちょっと数字が3時間超えなんて、ね。でも、記事によってもしかすると29分で行けんじゃねえかという記事もあります。29分って言うと、もう札幌、旭川がもう都市圏ですから、もしかすると札幌の人口が197万だったっけ。すごいんですよ。196万だな。196万ですから、もしかすると札幌のね、一挙集中なんですよ、北海道は。
東京の一極集中みたいなもんで、札幌、北海道が札幌に一極集中しちゃってるんで、人口分散もできるのかなと思うんですよね。だから私としては、まあこの札幌の一極集中はあんまり良くないなと思ってますから、分散できることもできますし、まあ札幌200万行ったの？行ってないかぐらいまで行きましたけどね。ですが、まあ、他の新聞には、北海道経済新聞では、札幌新幹線、北海道でいいんじゃね？北海道新幹線の札幌駅って書いた方がいいと思うんだけど、こいつの記事かちょっとわかんないですけど、あ、3月って書いてますね。昨年だ。昨年の1月、相当古いデータでございますが、旭川市の本気度が疑問符とか出てます。で、旭川延伸のなんかね、あんまり評価が良くないと言っちゃえばね、こういう感じです。わかんないですけど、まあそういうことと、あと東洋経済ですと、札幌の車庫の位置には問題だと、旭川延伸日商と出てます。で、これ実はね、皆様がコメントして指摘で知りましたんですけど、本当に調べた結果これですから、日商と、ね、出てます。で、これが多分今回の問題点の大、問題かもしれませんが、場所としては内房と札幌の間だったっけな、白石札幌でしょうか、ここら辺にできるんですよ。多分この辺りのどこかに、この区間のどこかにあの新幹線の車庫ができるんで、これが支障になると思うんですよ。で、これがどうするかというんですが、私としては、もしこれ新幹線の駅が、工場できて、でも移転しなきゃいけないはずです。旭川延伸になると。で、私はペッと目をつけたのは、もっと東のこの新幹線の地図だとどうなるんだろう、まあ、岩見沢と江別の間に作ればいいんじゃないかと思ってます。で、岩見沢と江別でも結構こういうね、途中こういう平原ありますから、どっかで、ね、新幹線の車庫を作ってもちょっとそんなに問題ないのかなと思います。江別札幌はちょっとここならできるかですし、まあ、江別発の新幹線も設定して、まあ、通勤新幹線という感じでやってもいいですし、東京出張にもしやすく、江別でも住みやすいという街にしちゃって、江別始発の新幹線というのも設定してもいいのかと私とは思います。まあ、これについて、ね、皆さん多分いろいろと、ね、意見はあると思いますが、まあ、私は、ね、もし旭川のその、ね、延伸に支障がある車庫がありましたら、ちょっと移転しようというアイディアですね。まあ、そういう感じです。まあ、改装するで時間と手間を考えるとね、まあ、もしかすると営業した方がもしかすると利益になるかもしれませんので、それはね、 JR 北海道もよく考えなきゃいけないかなと思います。あとね、ここ在来線のね、高速化話も実はあるんです。で、札幌旭川を時速160キロにしようという話があるんですが、無理だろうと思ってます。結局高架化するんなら新幹線建設した方が安いんじゃないかと私は思います。わざわざそんなことやったら面倒くさいことはありますから。ただ今の、これはやっぱり役割分担した方がいいと思いますから、特急はこの区間、ライラック、カムイもあるんで、細いんで、そういう新幹線にしても問題ないかなと思います。もしかすると、その後札幌と旭川を一緒の都市圏にしちゃった方が、北海道のね、今後には変わると思います。まあそんなことでございました。ちょっとね、長い動画でございましたが、ご視聴いただきありがとうございました。なんかほぼほぼなんか批判ばっかりの動画だったのかもしれませんが、ちょっとね。次回はもしかすると別の企画やると思います。長い動画でございました。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、まだしてない方はチャンネル登録を。この動画が良かったなと思いましたら高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。